はい、みーちゃんです。今日は珍しく仕事終わって、まあ、バタバタ家帰って撮影を今からしていくんですけど、まあ、今日は夜から友達とね飲み飲みって飲み会があるんで、まあ、その前にね漢字の勉強をして楽しもうかなと思ってます。早速今日も頑張りたいと思います。さあ早速頑張っていきます。午後は自宅。はい、郵便番号、これちょっと待って、郵便なんか違う、なんか違う、なんかおかしい。郵便番号、番号出てこんな。まあ、ちょっと飛ばそう。訪問、家庭訪問。新しい住宅、はあ、住宅、あ、出てこん。住宅、郵送、送る。やばい、今日は何？郵便系？郵送、マジわからん。チンだなぁ。書類を、郵送、送る。郵便の郵。郵便の郵よね、結局。ちょっと見たらダメよね。見たい。見たらダメ。見る！なるほど。こんな感じだったね。こうだ。郵送。わからん。宅地。宅地は平たい地？平地よね、これ。宅地。こうじゃない？宅地。で、預金。通帳、こうじゃない？預金通帳。預金の用、預金の用ってなんか違うね。こうかな？なんか違うよね。訪日。尋ねる。ああ、尋ねる。こうじゃない？届く。預かる。こんな感じかな。ちょっと答え合わせしてみますね。あ、自宅、合ってる。はーい。なんかこういるね。あ、なんかそんな感じしたっちゃんね。なんか足りないなーなんて思っちゃう。あー、もう簡単やん、ほんとに。やめてほしい、もう。住宅。全然簡単やん。あ、最後に出てきたやつ合ってるじゃん。合ってるやん。これはね、書き直したもんね。訪日。あー、訪日ね。こうね、訪日はこれね。こういうことか。へぇー。じゃーん。なんかさ、今日惜しくてさ、意外になんかこう、頭絞り込んだら書けたよね。嬉しい、ちょっと。はい。ちょっとね、前回の復習もまだね、やれてないので、前回と今回の復習をまたね、頑張ってやっていきたいと思います。はい。最後まで見てくれてありがとう。じゃあまたね。バイバーイ。